バウラーが行きましたが、あバックアタックのフィニッシュですね。トレイジョンが来ました。綺麗な形を作ってきました横浜ディーコルセアーズ。アッチェンバース、あエンドワンですね。おエンドワン、もう一度見てみましょう。モリッターの手が当たったと。はい、ただボールは群馬ボール。ガラシです。中のキーラーこれよく見てましたね。さあここ無理にダブルチームに行く必要ないかもしれないですね、今はベクトン、あー N1 ですね、はい、ここはベクトンの得意なところのプレーです。でどんどん差を広げながら、ここは今ベクトンとキーラー、だいぶ一気に変えてきます。キングカイ、モリー、ハモンズと。さあピックを使うハモンズ、モリーだ。わあよく決めた。決めました。これあのパーカー選手のブロックのところ。河村は今日はまだアシストゼロです。ジャンパー、ハモンズ。いや来ましたね。近海からハモンズ。あうまい。やっぱりここも体当てに行くんですよね。クアラ、あー素晴らしい。トレイジョーンズだったですよね。五十嵐圭の3、また最初五十嵐圭見ましたね。これで今日3本目です。葛西、いいな。もう一回葛西へ、あーこれよく見ましたね。角度ないところからさっきの3効いてますね。山崎、うん、あもう一回取った。そしてキーなんだ。スリーポイント同点。さあ秋が行く、もう一回キックアウト。これは動いた。スリーポイント、トレイ・ジョーンズ。ジョーンズが入れてキーラン、ジョーンズが手渡してもらいます。このままキンカイがつく。いいセットから決めてきました。さあ残り37秒、早めには決めていきたい。河村テイクから、うん、アウトだ。ここでアウトプレー、これ時間残ってますからね。群馬はここ決め切りたい。決めればあれですけど、決めないと横浜に逆転したって言いますよ。トレイ・ジョーンズ、ジョーンズが自分で行った、決めた。そこはジョーンズ。これでベクトン選手ファールアウトですね。エンドワンです。ベクトンのファールアウト1名。大きなポイントがありました。しかもフリースローももらっています。ここであと4秒。あこれ決まっちゃいましたね。試合終了です。群馬横浜相手に88対84で今日は勝利、昨日の借りを返しました。